指揮棒メディアを再生するブルーノ・アルターとアムステルダム・コンセルト平坊還元楽団のマーラー公共曲第4番のリハーサル風景。ワルターの振っている指揮棒が現代の一般的なものより長いのがわかる指揮棒とは指揮者が持つ棒のこと。指揮棒は主に右手で持ち腕の延長として拍を刻む。指揮の小さな動きを大きな動きに変える道具である。指揮の方法は 各表紙の図形を、指揮棒や手で空間に描いて示す。指揮棒は白を刻むだけではなく、速度、強弱、アインザッツ、曲の表情など、演奏についての多くの事柄を指示するためにある。バロック時代は、杖を地面に打ち付けその音でテンポを取って指揮していた。ジャンバティスト・リュリが、指揮杖で足を打ったのが原因で死んだという逸話がよく、知られる。 史上初めて現代の指揮棒につながるものを用いて指揮をしたのは19世紀初頭のカールマリア・フォンウェーバーやルートビヒシュポアと言われている。当初、指揮棒は巻紙が用いられ、後に魚の骨や樹皮を剥いでいない林殿の枝、その他指揮者の個人的趣味でブリリアンカットのダイヤモンド付きの指揮棒、かでに純金と宝石をあしらった指棒などが登場した。 ベルリンフィルハーモニー還元楽団の二代目の指揮者として歴史上有名なアルトゥルニキシュは指揮棒の先が常に目の高さに来るように指揮し奏者たちの注視する先に己の目が来るようにしていたカール・ベームも同様であったまたシカゴ公共楽団の基礎を築いたフリッツ・ライナーは指揮棒をわざと小さくしかも下の身が位置で振る ことにより逆に団員の注意を引いた。カラヤンも短い指揮棒で、小沢政治に影響を与えたが、現在の小沢は、ニコラウス・アーノン・クールや、バレリー・ゲル・ギエフ、ピエール・ブーレイズラと同様、棒なしで指揮をしている。20世紀前半までは、現在使われているものより長い指揮棒がよく使われた。ピエール・モントゥーや、ブルーノ・ワルターといった19世紀生まれの大指揮者の映像を見ると、 明らかに長い指揮棒を振っているのがわかる。現在は、ロシア系の指揮者、ユリア・ロノビッチや、マクシム・ショスタコービチなどがよく長い指揮棒で指揮している。四巻編成以上の大編成や、グランドオペラの指揮の時に見やすいと言われている。指揮杖を持つドラムメジャー。ありがとうございます。